5歳旭川冬祭り雪像引き渡し式を行います。担任官登壇。担任官に敬礼。後ろー向こう。第65回旭川冬祭り協力隊メイン雪像越旗大滑り台小滑り台およびバルコニー雪像越旗完成。ガスボーク本日は御台の中のところ今津広介旭川市会旭川市長そして福井秀夫旭川市議会議長等をはじめ多数のご来賓のご列に賜り誠にありがとうございます。さて第65回旭川冬祭りの協力にあたり協力隊長関根さんを核心として約1ヶ月間協力隊が一丸となって雪像制作に精励した結果本日この引き渡し式を迎えることができました。協力隊隊員の所管本当にお疲れ様でした。メイン雪像として非常に立体的かつ秀逸に制作した大雪像隊大人から子供まで楽しめる100メートルの大滑り台を作り上げた大雪像隊その大滑り台の石壁とロングスロープを作成した第三雪像隊会場を一望できるバルコニーとアサッピーとスオニアとっても仲良しだよのバルコニー雪像を繊維地に制作した第四雪像隊小滑り台の制作そして約1万1000個もの雪ブロックそして1000リューベもの新設運搬を行い全般支援に任じた第5雪像隊各雪像隊がしっかりと役割を果たしてくれました。加えて協力隊長各雪像隊長の的確な指揮また技術指導員安全課会による綿密な監督指導そして隊員一人一人のきめ細やかな心入りのもと大きな事故一件もなく本日無事にこの日を迎えたことを大変嬉しく思います。本日各鉄道を旭川冬祭り実行委員の皆様に引き渡すことにより大きな節目を迎えますがこれからも引き続き任務は重要です。明日から12日までの開催期間中各鉄道をしっかりと維持補修するとともに安全確保に十分留意することを要望し訓示とします。最後になりましたが本協力機関旭川実行委員会の皆さんにつきましては非常にきめ細かいようなご協力ご支援を賜るとともに旭川市民の皆様と多数の皆様から心温まる激励をいただいたことをこの場をお借りして御礼申し上げます。本当にありがとうございました。それでは担任官引き渡し書の書簿をお願いいたします。鉄道引き渡し書旭川冬祭り実行委員会会長今津広介様一つ面接像一つ大滑り台小滑り台一つバルコニー雪像浮きの雪像を引き渡しいたします。令和6年2月3日陸上自衛隊第2師団師団長井戸川勝人続きまして、今津実行委員会会長から雪像確認事業所の書簿をお願いいたします。雪像確認事業所陸上自衛隊第2師団師団長井戸川勝友様一つメイン雪像一つ大滑り台小滑り台一つバルコニー雪像浮きの雪像を確認受領いたしました。令和6年2月6日旭川冬祭り実行委員会会長今津広介ありがとうございました。指揮者のみの敬礼。どうぞ休んでください。皆様大変
お疲れ様でございます。ただいま井戸川師団長のお名前が記載をされたこの引き渡し書、川口第二特科連隊長から頂戴をいたします。大鉄道、滑り台、そしてバルコニーと一式を受領いたしました。改めて感謝を申し上げます。特に隊員の皆様におかれましては、この1ヶ月間極寒の中、時には吹雪の中、昼夜を違わずこの大鉄道をはじめとする鉄道を作りに邁進をいただきました。素晴らしい大鉄道を完成をいただきました。心から感謝を申し上げる次第でございます。当初この大鉄道の設計図を見て、私ども実行委員会はひょっとすると不可能なのではないか、そう思えるほど立体的で精巧な作りでありました。しかしどうでしょう、第二師団の皆様方は今まで培った技術、そして経験、そして何よりも強い強い使命感を持って見事不可能を可能にし、素晴らしい大鉄道を制作をいただいたわけであります。心から感謝を申し上げる次第でございます。第65回を記念するこの旭川冬祭りは4年ぶりにフルスペックでの開催となり、80万人から100万人の市民をはじめ国内外からの観光客をお迎えをいたします。このステージではとにかく明るい安村さんをはじめ数々のステージが行われ、そしてスキュアエニックスさんからは堀井雄二さんも明日視察に来る予定をしております。まさに旭川が世界に発信をされる、その重要な役割を占めるのが大鉄道であり、滑り台であり、バルコニーであります。私ども実行委員会は皆様からいただいたこの素晴らしい大鉄道のもとに、今回の冬祭りを成功に向けて取り組んでまいりますことを予約策を申し上げますとともに、改めて隊員の皆様に感謝を申し上げ、ご挨拶と返させていただきます。誠にありがとうございました。舞台気をつけ、 OK、 指揮者のみの敬礼。ありがとうございました。お戻りください。